1980年代、10代の教祖と呼ばれ、若者からカリスマと呼ばれた、伝説のロックシンガー、尾崎豊。1992年にこの世を去ってからも、今なお絶大な支持を得ています。今回は、そんな尾崎豊さんの面白エピソードを50個、紹介します。尾崎は、あるライブ終了後の打ち上げ後、メンバーと酔っ払いながら、街を歩いていた。ふと目にした、止まっているバイクを見て、盗んだバイクは走らない。と15の夜の替え歌を歌っていた。バイクは鍵がかかってるから走らないんですよ。尾崎豊自身がまさかの怒声論をかましていた。ライブ上ではあまりコラボをすることがなかった尾崎だが、1987年の広島コンサートにて、同年代で同じく人気絶頂だった岡村康之とコラボした。ハイテンションで踊る尾崎は何度かずっこけていたが、ライブ後は岡村に踊りをもうちょっと頑張れよとアドバイスをしていた。またアーティストの吉川浩司とも交流があった尾崎。ある日明け方まで酔っ払った2人は店を出ると、バス停まで歩いたところで力尽き、横のゴミ捨て場に倒れる。倒れたゴミ袋のひんやりした感触が気持ちよく、2人で寝てしまった。そして早朝になり、バス通学をする女子高生からかっこ悪いから起きた方がいいですよと声をかけられた。細身の尾崎だが、衝撃の大食いエピソードが多数ある。同じ事務所で親交の深かったダイヤモンドユカイはよく二人で飲みに行っており、尾崎は瓶のお酒を一人で3本開け、飲み終わった後もお腹が空いたとユカイを強引にラーメン屋へ。なんと締めのラーメンのはずが3杯を平らげ、その直後に牛丼を頼み始めた。週一の番組でおなじみの中山秀幸とも親交があり、中山は尾崎と何度かカラオケに行っていた。尾崎のカラオケは本気の15の夜を歌ってくれたり、お酒のヘネシーを数本かけ回したり、まるでライブと思わせるようなサービス精神で盛り上げてくれた。ただ開けまくったお酒も含め、帰りは必ず割り勘だった。尾崎と同じ事務所にいた俳優の坂上忍は、独特な世界観の MC をする尾崎にドン引きしていた。プライベートがとにかく明るかった尾崎は、初対面の坂上に対しても忍ちゃんと連呼して登場してきた。こっちの方がよっぽど暗かったですと、そのフレンドリーさに驚いていた。トンネルズの石橋貴明は、大友康平の結婚式で尾崎と交流があった。二人は埼玉県の地元トークですごく盛り上がった。尾崎は捕まった後だったが、すごくいい男だな、いいやつだなと思い、もっと話して距離を縮めたかった石橋だったが、そこへシェケナベーベーと内田裕也さんが登場。尾崎ちょっと来いと呼ばれてしまう。携帯もなかった時代のため飲みにも誘えず、それが最後になってしまった。1965年11月29日に誕生した尾崎。そんな幼少期に熱中していたのが尺八だった。父親である尾崎健一さんの趣味だったのだが、尾崎のあまりの飲み込みの速さに衝撃を受けたという。尾崎が苦手なものは意外にも液体の水。そのきっかけは、幼少期の頃に家族で温泉旅行に行った時にはしゃぎすぎて後先構わず湯船に飛び込んで溺れかかったから。そんな尾崎が音楽と出会ったのは小学校5年生。兄が購入してから使っていなかったクラシックギターを手に取り始めてからだった。当時埼玉県に引っ越したことで、尾崎は周りに馴染めず不登校になっており、朝登校するふりをして共働きの両親がいなくなる昼頃に帰宅。その時間中ギターにどっぷりとハマり、井上陽水などの曲をコピーしてギターを弾いていた。高校時代から本格的に曲を作成しては友達に聴かせていた尾崎は、曲の作成のために友人との会話の中でも常にメモを取っていた。え、なんでそれはそう思ったの？今、なんて言ったの？と常に質問攻めをしていた。中学時代の尾崎豊の実体験を表した曲15の夜は、実際には14歳の時の出来事。ただ、14の夜だと歌のメロディーと合わなかったため、15の夜とした。当時の体験を語った15の夜の曲の歌詞には、盗んだバイクで走り出すとあるが、実際のところバイクを盗んでなどはおらず、兄貴のバイクを借りたのを盗んだとしてるだけ。また、乗っていたバイクは、ヤマハパッソルという盗難防止機能がない、しょぼしょぼバイクだった。15の夜は、当初は、無免許で、というタイトルが予定されていた。ただ、このタイトルを見た音楽プロデューサーの須藤氏は、無免許で、バイクを乗り回して、酒を飲んで、みたいな、大人はこの詩のどこに共感したらいいんだ？と、ダメ出し、尾崎は素直に応じた。また15の夜の歌詞に落書きの教科書ともある通り、友人が尾崎に教科書を貸すと必ず落書きをして返されたそう。中学時代の尾崎豊はかっこよくて頭も良くてクラスの人気者、そしてやんちゃでスカートめくりの常習犯だったそう。ただその愛嬌ある笑顔から同級生の女子たちも憎めなかったそう。中学時代に問題児として注目を浴びていた尾崎は、学校の先生の提案で1週間の農業修行を提案され、山梨で1週間過ごした経験がある。中学時代に吹奏楽部に所属していた尾崎、一つ上に俳優の高橋克典がいた。ある日、克典が音楽準備室で練習していると、後輩の尾崎が作った曲を聴いてほしいとやってきた。その曲こそが15の夜だった。期待もせず、興味半分で聴き始めた克典は、鳥肌が立つような歌詞と洗練されたメロディーラインにとてつもない才能を感じた。
尾崎に、どうすか?と聞かれても、動揺を隠しながら、まあまあじゃない、と、かっこつけた言い方をされた。また、中学時代の同級生に、東京五輪の女子バレーボール代表監督、中田久美さんがいた。朝の7時から校庭でギターを弾くのが日課だった尾崎。そんなある日、中田久美さんが早朝から、バレーの朝練終わりで疲れて寝ていた時、尾崎の鳴り響くギターがうるさく、うるさい、外行って弾け、とどなったら、尾崎は半泣きになったという。中学時代はそここそ目立つも、勉強はしっかりしていた尾崎。高校受験の際、倍率20倍の陸上自衛隊工科学校を合格した。ただ、髪の毛を短くしてはいけないというだけの理由で、青山学院高等部に入学した。青学時代の尾崎はとにかく場違いな格好をしていた。とブレザータイプの制服だったにもかかわらず、リーゼントに学ラン、足元は白いエナメルシューズで、思い切りカッコつけて、椅子に足を乗せ、よろしく、と挨拶。高校時代に剣道部に所属していた尾崎は、剣道部校体練習期大会に出場した際、将来ここでコンサートをするんだという決意のもと、武道館の3階の柱に尾崎豊と落書きした。1982年 CBS ソニーで行われた幻のオーディションで、10代と思えない作詞センスと歌声に審査員たちに衝撃を与える。尾崎は当時の挨拶で、本当は昨日出るはずだったが親に反対された。理由は喧嘩をして1週間停学になり、文化祭に出れなくなったこと。去年の文化祭もオートバイの交通事故に遭い、親に好きなことをさせてもらえないという方針になったと語り、かなり照れくさそうにしていた。尾崎は自身のデビューコンサートを青学の卒業式の当日に行った。場所は今は亡き伝説のライブハウス、新宿ルイード。自身もデビューライブに向けてビラを配るなど、プロモーション活動をしていた尾崎だったが、デビューライブの1週間前に風邪をひいてしまい、この日のために1週間前から注射を12本も打った。楽屋で同級生と雑談をし、楽しくなった尾崎は思わず笑顔をこぼす。その直後にメンバーから笑うなよと突っ込まれ、尾崎は気を引き締めるために頬を自分で叩き、シャドーボクシングで気合を入れ直した。1984年8月4日、尾崎は日比谷野外音楽堂でのライブ中、気持ちが熱くなりすぎ、照明器具に登ると、なんと7メートルの地点から飛び降りた。足から着地した尾崎は左足を骨折しながらも、ステージに這いつくばりながら最後まで歌い切る。当時演奏していたメンバーは、尾崎の様子を見て、目がいっちゃってると思った時にはもう落ちていたと話す。尾崎は落下事件後のインタビューにて、両足骨折してんのに引きずり込んで歌わせるんだもん、ひどい事務所。10代最後のライブ終了後の打ち上げで、明るい表情を浮かべる尾崎。ただ10代が集う飲み会とは思えないほどのビールかけが行われていた。さらに19歳になったばかりのライブの打ち上げでも、尾崎はミスをしたメンバーに懺悔懺悔と言いながらアルコールの液体をぶっかけていた。1987年、望んでいた完成度のアルバムは作れず、尾崎自身は4作目のアルバムについて、事務所の金儲けのために作りたくないアルバムを作らされた失敗作と語っている。同年にシングル曲としてヒットした太陽の破片をあえて収録しなかったのは、アルバムが意に反して売れるのを避けるためだと言われている。妻の尾崎茂美夫人は、4枚目のアルバム街路樹がオリコンで2位だったことを受けて、1位になれなくて残念だったわねと尾崎に言ったところ、こんなアルバムは1枚も売れなければ良いんだと発言したという。映像ではスリムで痩せている尾崎しか見れないのは、ツアーが近づいてくると毎日ジムに行き、水泳などでストイックに体を絞り続けていたためであり、基本ツアー以外では激太りしていた。ライブ中の尾崎はエネルギーが入りすぎてるからか、 MC や歌詞を間違えることがたびたびあり、1991年の郡山のツアーの MC では、郡山市民文化センターが言えずに何度も噛みまくり、観客の笑いを誘った。1991年の郡山のライブ、学生時代から国語が大得意な尾崎は、戦争に行く前の兵士のお酒にまつわる漢文を使った MC を披露した後に、観客から頭いい、もう一回とアンコール、言葉を詰まらせながらも、お客を綺麗な花という意味に例えた漢文を披露し、その漢文は振られ話だったと最後に笑いを誘った。1988年、東京ドームでの復活ライブ、スクランブリングロックンロールの感想で、尾崎はメンバー紹介の MC に入るが、途中でメンバーの本田敏行さんの名前をうっかり忘れてしまう。当時本田さんはカレーの CM に出ていたことから、とっさにカレーから思い出そうとし、みんなカレー食ったことあるよな、本田敏行とすぐに思い出すことができた。尾崎は当時の若い女性アイドルが大好きで、人気のアイドルなどのプロマイドやレコードをたくさん持っていた。中でも80年代に人気絶頂だった中森明菜に、夜のヒットスタジオという番組で初めて会った時、サインを求めたが、これから本番なのでと丁重に断られた。また当時の大人気アイドル南野陽子さんの大ファンでもあった尾崎は、南野さんを門の前で四つん這いで待ち伏せし、ファーストアルバムのデモテープを聞いてねと南野陽子の車の車内に投げ入れた。1990年11月に発売された月刊角川で斉藤由貴と対談。尾崎は辛い時期に斉藤由貴のグラビアに救われたことで、尾崎からのアプローチで実現。
ラブソングの歌詞のフレーズを挙げて、あれはすごくリアルだよね。ああいう人が好きなわけ？と迫るなど、初対面にもかかわらず、尾崎はぐんぐんと距離を縮めていった。案の定、月刊角川の発売からわずか2ヶ月後の1991年1月、北海道にて尾崎豊と斉藤由貴が肩と顔を寄せ合う姿を一般人に撮られてしまう。尾崎には茂美さんという妻がいたため、大物ミュージシャンの不倫騒動として世間ではかなり話題となった。不倫発覚後の尾崎は茂美さんとの関係も悪くなり、別居生活となる。しばらくすると尾崎の方から、また一緒に暮らしたいと一言。女とは別れたの？と質問すると、いやいや、女なんてそんなものは最初からいませんよと必死に否定。いや、俺も若かったっていうか、その茂美さんは呆れていたが、その後復縁した。1988年に尾崎と茂美さんは結婚。二人の出会いは共通の友人で開かれた尾崎の送別会だった。ただ、尾崎は22時の約束に3時間経っても登場せず、茂美さんは席を立とうとした午前1時、タクシーから白ジャケットを着た尾崎が現れ、君、可愛いね。僕の電話番号を教えるから君のも教えてよ。あと、名前も。茂美さんは、3時間も遅れてきてごめんなさいの一言もないの？と、強い言葉をぶつけてしまう。尾崎はキョトンとしたまま、真顔で、ごめんねと謝った。送別会が終わるまで、尾崎は何度も電話番号を聞く。俺と夜明けのコーヒー飲まない？とドラマみたいなキザなセリフを言ったり、お前のためならバラでも何でも食べてやるぜと実際にバラまで食べて見せてきたが、すぐに吐き出して苦しんでいた。電話番号を教えることに葛藤した茂美さんは、いたずらであるメーカーの番号を教えた。尾崎は覚えやすいなとメモった後に、すぐに公衆電話からその番号に電話をかけたが、当然茂美さんは出ない。アデランスの番号を教えられたのは初めてだと言って、かなり怒っていた。二人の初デートでは、茂美さんが尾崎に、別で、夕食の約束があるから、お茶だけなら、と伝えていた。しかし、尾崎は、半ば強引に鉄板焼きのお店に入る。お店のメニューの上から、下まで、ほとんど全部注文してしまい、全部食べないといかせない。と言い放ち、ニンニクを、丸ごと、一個追加で注文し、いたずらっ子のような顔で、これ、全部食べたら言っていいよと言って焼き始めた。交際中も、とにかく早く結婚したかった尾崎。食事の最中に、お醤油を取って。と言われても、尾崎は醤油差しを手に取ったまま、ニコニコしながら、これを渡したら、結婚してくれる？と言い出す。毎日、顔を合わせるたびに、これをやったら、結婚してくれる？と、朝から晩までそればかりだった。尾崎はもともとやきもちが激しく、束縛癖があったが、結婚後の方が、さらにひどくなる。二人で一緒に外出すると、上か下か、俺の方を向いて歩け。ということもあったそう。1988年の東京ドームでのライブ、尾崎は復活ライブのプレッシャーからライブ1週間前から、ライブはやらない、と宣言する。当日には気持ちが変わるだろうと思うも、ライブ当日の朝も、今日はキャンセルだな、と言い放つ。明日から食えなくなるから覚悟しとけよと口論になり、そのまま家を出る尾崎。前日には大量のビールとキムチを食べ、喉を潰していたため、不安が募っていたが、それから2時間後、茂美さんの好きなプリンを、たくさん買ったコンビニの袋を持ち、喉飴を舐めながら帰ってきた。無事、復活ライブは大成功した。尾崎豊の面白エピソードはここまで。今後も昭和に特化したアーティストの面白エピソードを発信していきます。この人の面白エピソードを知りたいというご意見があれば、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。